どうか。一方、10日の午後8時ごろ、富山県魚津市の新城寺町から出火。火は台風12号による強風に加え、フェーン現象が手伝って、たちまち市の中心部に燃え広がりました。わずか7時間で1700戸を人なめにし、およそ8台風対策と並んで、今や根本的な防火計画が立てられねばならぬ段階です。